皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは自己紹介というテーマでお届けいたします。あなたは自己紹介をする機会は1年にどのぐらいあるでしょうか。例えばある経営者団体に新しく加入した、そんな時は当然自己紹介をしなければいけません。はたまた、プライベートなところでも PTA とかいろんな会合があります。町内会でもいいでしょう。そんな中でも初めて行く際は必ず自己紹介をすると思います。そんな時のために今日は自己紹介について考えてみたいと思います。意外にも自己紹介というね、ことについて、詳しい人は意外といません。大抵自己紹介と言いますと、名前を言うとか、会社名、役職を言うとか、あとは業務内容を言って終わりというのがほとんどかと思います。本来自己紹介というのは、短時間の間にできるだけ自分のことを知っていただく、そして聞いている人との間に共通点を見出すというのが狙いではないでしょうか。そう考えていくとですね、名前とか会社名とか役職業種を言っただけでは、十分な情報とは言えないでしょう。じゃあそこで何を言ったらいいのか。例えばこういうふうな自己紹介をする方がいます。これは新潟県五泉市にある五泉閣という旅館の社長の PR 文なんですけども、必ず自己紹介の時はワンちゃんと泊まれる宿五泉閣のホニャララというふうにですね、この宿の特徴である、ペットと一緒に泊まれる宿っていうのを前面にもうキャッチフレーズとして使っています。これはですね、かなり印象に残ります。当然ですね、会社名、キャッチフレーズ、会社名、役職、名前言います。そして、業務内容ですよね。業務内容は多岐にわたっている会社もあると思うんですけども、それはですね、ざーっとですね、多岐にわたってるっていうのを一つずつ言えばいいでしょう。代表的なものを。そして次なんですけども、その中でも一番ですね、メインになってる商品、サービス、技術、またはこれから売っていきたいですね、 PR していきたい商品サービス技術をじっくりと話すと、これに関しては 5W をですねきちんと守ってほしいんですね。この商品サービス技術はいつどこで誰がなぜ使うのか、そしてどのようなメリットがあるのか、どのような効果があるのか、その辺のことできっちり伝えていく。そしてあとは自社の強みですよね。自社の強みっていうのはどこにあるのか。営業時間が長いっていうのもあるかもしれません。で、配達デリバリーに強い、即日配達即日修理ができるとか、いろんな強みがあると思います。競合との差別化ですよね。その辺もきっちり PR してはどうでしょうかという話ですね。ですね、結構公の場ではここでストップしてもいいんですけども、もう少し突っ込んだ内容のこの自己 PR っていうんですかね、自社 PR になってくる。例えば、経営者団体の中で、経営者個人と個人の付き合いの中では、これにプラスしてですね、趣味だとか好きなこと、あとは休日何をやってるのか、そういうのも付け加えるとですね、それを聞いた同じ経営者の方々が、お、意外とあいつ音楽やってるんだとか、ギターやってるんだな、俺と趣味が同じだぜとか言って、ものすごく距離感が短くなる場合がありますので、そういったことを伝えてもよろしいかなと思います。今日はですね、自己紹介について言いましたけども、最後にもう一つ。自己紹介のパターンですけども、例えば30秒でパターン、あとは1分のパターン、3分のパターンと3種類ぐらい用意しておくと、非常にですね、使い勝手が良くて、突然言われてもですね、こう臨機応変で対応できるんじゃないかと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。